言いながらご飯食べて2人で、で南さんとちょドンキ行こうってなって、まあ RCC っていうとこで放送してたんですけど、収録してたんですけど、ドンキが近いんですね。まあまあドンキ行ったんですよ。で私は別に買いたいもんが特になかったんで、もうそのままスルーして帰ったんですよね、何も買わずに。でもう寒い、もうバスで帰ろうってなって、本当はタクシーが良かったけど、ちょっと私が最近タクシーを節制してる生活してるんで、ちょっとバスで帰りましょうって言って、ちょっと私最近無駄遣い抑えを計画してて、タクシー乗らずにバスでちょっと時間をかけて帰ったんですよ。で家でこたつ入ってぬくぬくぬくってしてたら、今度はココアさんから LINE が来て、アキドンキの焼き芋買いに行きたいんじゃけど、怖いけんついてきてって来て、もう帰ってきたばっかりの帰ってきたばっかりの時に来て、マジか、え今からですかって聞いたら、今からって言われて、わかりましたちょっとそっちじゃ向かうんで待っててくださいって言って、お母さんの家まで行って、でさっきまでなんかドンキ謎に1時間ぐらいいてもう寒い思いしながら今帰ってきたんですよ今日2回ドンキ行ってきた。まあしょうがないというかさ、なんか買ってこようかなって思って買ってきました。ちょっと飲み物安かったんで飲み物買ってきました。チルソンサイダーです、よくあるこれ、80円とかだったんで、あとなんかチーク買いましたこれを飲みながら今日は配信しようかね。プシューン、チルソンサイダー。なんかたまにウーバーした時に、韓国料理屋さんウーバーしたらついてくる。うん、美味しいです、普通に美味しい。てか寒い、もうそもそもめっちゃ寒い。今こたつに入って温めてるんですよ。焼き芋はね買ってないですね。ココアさんは買ってたけど、本当になんか謎に往復したんでもう今日は寒いですね。全国で売ってる、全国で売ってますよ。ドンキとかにあると思います。コンビニとかにはないか。そうなんですよ、今日はね、なんか広島めっちゃ、ま、昨日からかすごい寒波で、雪が結構ね、なんか吹雪いたり止まったり吹雪いたり止まったりって感じで、めっちゃ寒いんですよ。なんかちょっと飲み物だけじゃ味気ないから、チーク買ってきたんで、どうせなら塗ろうかな、安いチークだけど。でもちょっと普段試さない色だから安くていいかって思って、なんか800円ぐらいのチーク買いました。これでよかったらこういう色も試してみようというね。全然開かないけど塗ってみて、うん、ちょっと待ってね、待ってね、全然開かないよ。何色、なんかちょっとコーラルピンクというか、なんか最近ね、ピンク色のメイクするんですけど、目がね、ちょっと全然ショールームだと色が飛ぶんですけど、最近買ったルナソルのアイシャドウがピンク味なんですよ。だからでも2に比べてチークがちょっとオレンジ味が強いんで、ピンク全然ちょっと開かないんやけど、テープが、テープが強固ですI'm sorry.
歳には頑張って、もうちょっとだけ。そうです、テープがすごい大変手こずっております。本日はいつもより手こずっております。いい、大変だ。こうやってねやっております。こういうシールって本当に良くない、手こずってます。ずー、もうねシールが、いやいや、あ、いけるいける、そろそろ。どんだけこれ、やっぱ安いだけあるわ。なんとかなれー、切ろう切ろう、なんとかなれー。なんとかならんかったから切ろう。はい、一瞬、はい、一瞬です。もう一回切ろう。はい、一瞬ですね。やっぱ人類は石から刃物を作ったのでね、包装が過剰なんですよ。でもね、ちょっと気になってた、めっちゃピンクなんですよ。ちょっとテスターも使ってなくて、一気に買ったんでポンポンしていきたいと思います。いくよん、ポンポン。濃いね。まぶしていきます。濃そうだなこれ。濃い確かにちょっと濃いから、あとでファン、わあ、びっくりした、こぼれるかと思った。パンパン、鼻もつけとこ、あと顎パン、なんかペンキペンキ塗ったみたい。パン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 、結構ピンクですね。顎ちょっと塗りすぎたかも。顎はちょっと塗りすぎ。濃い。パンパン、画面だとそうでもない、まあ、だから画面でちょっと映ってるってことは結構ピンクってことですよね。はい、口の色回しとこう。口に塗ったら薄いな。さっき買ってきたのでピンクになりました。見えますかね、ちょい見え。
うん見えた、よかったよかった。そうなんです、たまに使いたいと思います。まあまあ実験台にしてはいい買い物ショールーム用に使おう、ショールーム用メイク。そんな感じでね、今日はちょっとお疲れモードで今帰ってきました。本当はもうちょっと早く始めようかなって思ったんやけど、ちょっと寒くて部屋を温めたりとかしてたら時間がかかりました。お疲れ様でした。お疲れ様ですね。ココアちゃんの呼び出しかわいい。かわいいですよね楽しかったです。なんか1時間話しながらこう店内うろうろしたりするのは。寒かったけど外は、今日はもう本当に寒かった。うん、皆さんもあれ、いや広島だけなんですかね、結構もう雪とか降ってる感じですかね。広島は珍しく降ってます。なんか北とか、北広島、北に広島あるのか分かんないけど、なんかもう北海道ぐらい降っててびっくりしました北海道ほどではないのかもしれないけど、本当に北海道ぐらい降ってました、見た感じ。西側が降ってるのか、関東は降ってないのかな。ね、本当にね、ちょっとテンション上がって、まああんまり降らないので、テンション上がって写真撮ってSNS に載せちゃいました。ぜひあの X で見てみてください。でも写真撮った時はまだね、全然そんな降ってなかったんだけど、もう今とかやばかった、フリフリでした、雪が。皆さん風邪ひかないようにね。やっぱ言うても1月ですからね、寒いですよね、そりゃそれは寒い。あとまあお知らせも多々ありまして、まずは2月の12日の今村美月さんのソロライブビューティフルムーンに2月12日の大阪第一部ゲストで出演することが決まりました。ありがとうございますまさかまさかゲスト出演するとは思ってなかったんですけど、なんか各公演ごとにゲストがいらっしゃるみたいで、大阪の第一部が私で、第二部が千穂さんでした。おめでとう。いやありがとうございます。本当に自分もなんか昨日ぐらいに知ったんで、あんまりこう何をするかとか全然分かってないんですけど、でもね、みちさんのソロツアーめちゃくちゃ見たかったので、うん、楽しみです普通になんか見に行きたかったので、お気に中で、はい、ありがとうございます。嬉しい、うん、よろしくお願いします。ゆきちゃんのソロツアーは、オフィシャンはソロツアーしないので、あのファンミに来てくださいソロツアーは今後しないので、
ファンミがソロツアーだと思ってください。ソロライブです。いや本当にありがたい、頑張ります。今ちょっとどういう感じになるかあんまり分かってないけど、とにかく頑張りたいと思います。よろしく。ファンミの瀬取りも楽しみ。ファンミの瀬取りも考え中です。まあでもまだまだ時間はあるので、ちょっと練習したりとか頑張りたいと思います。よいしょ、飲もう。ストロー持ってくればよかった。うるおい。楽しみです。私も楽しみです。ファンミの衣装決めてないですね。なんか衣装にしようか私服にしようか迷ってて、まずそこでも迷ってるって感じですね。前回はファンミネ衣装にしたんですけど、今回はどうしようかなって迷い中、迷い中。ハッピーガール4位なんや、落ちてる。この間1位だったのに。やっぱランキングというものはやっぱあれですね、常にやってないとすぐに落ちちゃいますね。今気づいた。残念。こんばんは。迷いだけ迷ってください。まあ私服だとしてもちゃんとおしゃれするんで、どっちでもよろしくお願いします。まだ全然考えてはないけど。前髪が入ってるだけでもすごい。いやそうなんよね、ありがとう。この謎のランキングに、謎に入ってる私。ありがとうございます。謎が謎を呼ぶ謎ランキング。水着は寒いからやめといた方がいい。水着なんて着てたら本当に頭がねやばいですね。そんなことはしません。皆さん私を突っ込ませようとしてますか。大喜利大会開催しますか。こんなファンミが嫌だ。みちゅのソロコンゲストは歌がうまい人選だってさ。いや多分みちさんはね私を選んでないんですよ。これ私は多分ね選ばれてないんで、それはちょっと本当にすいませんって感じだ。でも頑張ります。歌がうまい人選はちょっとよろしくないね。よくないねそれは。運営さんがって、あそう多分絶対運営の方が選んだんだと思うけど、本当にやめてほしい、その歌がうまい人生みたいな言うの。本当にやめてください、お願いします。仲良しメンバーとかにしてほしい。本当によろしくないですね。
でも楽しみです。頑張ります。恥ずかしいですね。そもそも何をするイベントなんだろう。まあみつさんのソロライブなので、はい、メインはみつさんですよ、もちろん。なんかまあそうなんですけど、まあ、自分なりにちょっとお手伝いできたらいいなって思います。頑張ります。ちょっとまだ決まってないんですけど、何をするかとか。お手伝いしたいなとは思ってます。なんかバンドらしい。葵さんも全公演出演するらしい。こうなんか自分もね、全然ね、なんか聞いてないからね、どういう感じになるのかちょっと分かんないんですよね。まあ、私はもしかしたらあの MC 要員かもしれません。あのトーク要員で行くかもしれません。本当にあのまだ全然分かってない感じです。おたまトーン、おたまトーンキャラはね、もうあの終わったんですよ。私多分2023年の下半期ぐらいから一回もおたまトーン出してないので、おたまトーンのオケパはあの2023年までかな、言うて2023年までの1年限定のキャラでした。秋田というかもう練習してない、うん、やっぱ私なんか1年に1回何かのキャラを自分につけてってことが多いんですよ。で勝手に終わってくみたいな、そういうのが結構ありまして、おたまトーンははいもうとっくの塔に卒業しております。家におたまトーンないの。あるけどもう充電が切れてるんで音は鳴らないです。でもなんか最近欲しいものがあって、欲しいおたまトーンがあって、そのおたまトーンはなんか楽器機能とかじゃなくて、なんかこういう感じなんですけど、おたまトーンってなんかこう口が開くなんかムニッてするやつなんですけど、そこの口の部分に鍵を引っ掛けられる、なんかおたまトーンの引っ掛けれるなんか置物みたいなのがあって、それはあのちょっと欲しいな、やっぱ元おたまニストとしてちょっと欲しいなと思ってあの買いました。まだ届いてないんですけど、なんかキーケースみたいな感じなのかな。なんか大事なものを持ってくれるおたまトーンっていうものがありまして、それははい買いました。フックなのかな、オブジェ的なものおたまニストとしてね、やっぱりそこは譲れないかなと思いまして、ふわふわして安定しなさそう。いや意外になんか引っかかってた気がするんですよね、うん、そんな感じでちょっと頑張っていきたいと思います。本当に、ストロー欲しいな。ないかちょっと探してみるけど、なかった。ということでちょっと話がそれましたが、はい、よろしくお願いします。今村美月さんのソロイベント、こんばんは。寒いずっと寒いわね。一回肩まで温まろう。なんか暖房つけたんだけどね、なんかちょっとやっぱこたつもあるときはちょっと
短めにしようとか思って、温度を低めにしようと思って低くしたら全然温まなくてびっくり。やっぱこたつがいっちゃんいいですね。あったかさナンバーワン。こたつは背中が寒い。そうなんですよね。普段はさ、こう寝転びながら潜ってるからあったかいんだけど、ショールームの時はもう肩が肩が冷たい。背中と、それはあるかも。背中は俺が温めてあげる。頼みます。バックハグ待ってますバックハグお待ちしてます。待ってます。ドテラ着ないと。何ドテラってなんだい、カーディガン的なやつかな、ちゃんちゃんこ的なやつかな。あんま聞かないやつだった。ドテラ河内知らんの。知らないけど、まあ昔の言葉なのかなとは思った。反転みたいなやつ。合ってるかな。ドテラ合ってました合ってました。ものすごく大きい単位みたいだ。どういうこと。そういうなんか、なんか独特の感性嫌いじゃないいいね、そういう世界観に生まれたい。今日は特になんかこれ話そうとかっていうことが本当にもう、あの序盤のドンキの話と序盤のドンキの話と、みちさんのソロツアーの告知だったんですよ。なんでこっからは本当になんだろう、もうおまけ PS タイムなんですよ。でもおまけの方が長くて何しましょうかね。おまけタイム突入しても本当にプリクラみたいになってる。プリクラってね、おまけタイムの方が長いんですよ。その落書きする時の落書きって、あの1分ぐらいカウントされながら落書きするんですけど、おまけタイムの方が長いんですよっていう、女子にしか伝わらないこのトークをしつつ、外羽かわいい。今日外羽ちょっと外にしすぎたかも。もう180度ぐらいで巻いてしまった。もう一気にいけーって思ったらすごい巻いちゃいました。すまん。今プリクラって落書きしないって聞いたけど、なんか落書きしないらしいけど、私はもうやっぱり平成を生きてきたので落書きします。全然。この間葵さんと一緒にプリクラ撮った時も、もうめちゃくちゃ落書きしました、うん、ちょっと外跳ねしすぎた。タコさんウインナー並みに尖ってます。まあ、たまにはいいよね。あんまりしないし。クリコの DMM が今日までなので配信中です。あ、ね、もう PR 舞台が見れなくなっちゃったんですよ。で、クリスマスコンサートの課外活動と、あの全体のクリスマスコンサートが今日まで。私も今日見ましたよ。なんか今日の夜かな、朝3時ぐらい、夜3時ぐらい暇でなんか DMM 見ようって思ったら見てたんですけど、なんかちょっとアカウントを共有しててメンバーと確認
アカウントみたいな、それで見てたら自分のアカウントもあるんですけど、なんかその時はたまたま入ってたのが STU のアカウントだったからそれで入ったんですよ。したらもう誰かが見てきて見れなくなるんですよ、同時接続したら。で 誰がこんな3時に DMM 見てんねんって思って、もうでなんか通知みたいなのが来るんで、バツみたいなの押してそしたらまた向こうもなんか多分同じようにしたのかも、だから譲り合いができずに、なんか全然見れなくて通知ばっか来るから、だからもうあの結局誰やいって思いながら見ずに、もう自分のアカウントで見ました課金して。そうなんや、誰、いや誰か分かんないんですよね、うん、でもよくありますこういうの、なんでこの時間に見てんのみたいな、誰が深夜の3時半にライブ見てるんみたいな、あります。みんな夜更かししすぎでしょってことがあります。向こうもそう思ってる、そうだよね、向こうもさ私が誰か分かんないからさ、誰かに奪われたんですよねみたいな言ってるかも。誰なんだろう本当に気になるけど、まあいいやでも本当に毎回かぶる、なんか深夜に見てたら。アイドル夜型多い、アイドルは本当に夜に連絡が返ってきます。起きちゃなんでそんな時間に起きてるの、うん、生活リズムが今不規則だからですよそうなってしまいます。夜更かしさん誰だろうって、さーて誰かな、日本でこの時間に今これ見てるの自分だけだろうなって思うことある、あるあるある、なんかちょっと思い出した昔のニコニコの動画とか、なんだろう、あなんかちょっと見てみたいなって思うことがあって見たりするじゃないですか。そしたらたまにあのニコニコってあのコメントが ここに流れてくるんですね、この画面に。でそれ見てたらなんか Now って書いたら、それを見てる日の時間とか秒数まで書かれるんですよ。ただ割と近い昨日見てる人がいるみたいな、こう Now ってこう流れてるやつに何月何日何時何分何秒みたいな、シャーってコメントで流れていくと、近いこんな何年前の動画を昨日見てる人がいるみたいな感じで、私も Now って書いてあのコメントを送る、まだいますよここに仲間はっていう気持ちで、はい、たまにやりますね。 Now って打つだけでその時間まで言ってくれるんで、足跡残して、そう足跡残してます大事じゃない。 YouTube だと2024年も見てる人ってコメントある、あー私あれ好きじゃないんですよね、なんかもういいね稼ぎに見えるから絶対コメントしないしいいね押さない何やねんその、なんか何月に見てるなんて俺くらいだよなみたいなのコメント、あんま好き、 YouTube 好きじゃないコメントランキング割と上位に入りますね。で見てますみたいな、あれくれ、あ YouTube だと許せなくなりますね。ニコニコだったの全然オッケーなんですけど、あれはでもなんで自分の中でそういう区別がついているのかはちょっとわからない、なんでやろうなんでかなって感じ。まだこれ見てる人ってコメントあるよね、そうなんです。やんペンライトありがとうございます、クマペン、クマペン、リア充感あるから、リア充感あるかな、あるのかな、まあでもちょっと陽キャ感はあるかも。
だからかもしれません。 YouTube ね、そうそうそう、私も自分のチャンネルの YouTube のコメントちゃんと見てますよ。ブレイバーには見た見た見た、ちゃんと今日南さんとご飯行った時に布教してきた。すごい面白いロボットアニメあるんですけどって、あのネタバレをしないように頑張ってこう購買意欲をそそるようなあの話しかけ方をしてきた。なんでちょっとは興味持ってもらえたら嬉しいなって思いますどうだろう、さんの影響でブレイバー見たけど面白かったです。面白いよね。私は2話昨日かな今日かな見てめっちゃ面白かったまた見ます。ココアの配信始まったからドンキの件言っておこうか。いやまあ話し始めたらってぐらいで全然言わなくてもいいかもドンキの芋食べてたら言ってくださいいやちょっとあんま覚えてないんだよねバン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 ブレイバーしかわからん寒い、困ったな本当に困ったなーね。ピラメキタイピラメキタイ解決方法ピラメキタイ、困ったな本当に困ったなーね。困ったなちゃ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 んちゃらんちゃん、やばい、もう懐かしい歌が脳内を駆け巡りました。ちゃ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 んちゃん、岡山県出身沖優香さんからいただきました。冬はこたつに入っていると背中がと肩が寒くなります。一体どうしたらいいでしょうか。そういう時は肩まで潜ろう。チュルルチュチュルチュピラメイタピラメイタ解決方法ピラメイタ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 デレデレレチュチュルルチュチュラチャチャチャチュラチャチュラ、もうこんなんだったかも覚えてない、こんなんだった気がするこれ分かる人いるのかな、世代じゃないと分かんないかな。これはねピラミキーノっていう、はい、あの夕方にやってたもう小学生に大人気の番組の曲です。お悩み相談の時に何かを解決してくれた時の曲です。ピラミキーノですピラミキーノ大好きだったんで CD 買ってました。懐かしい、いや懐かしいよね。岡山はテレ東映るんですよ。もう私岡山の誇りに思うところ、テレ東が映るところ結構でかい。広島来てテレ東が映んなくてびっくりした。テレビ東京大切です岡山は映れます。おなら恥ずかしくないよ。あ、なんだっけ、そういう歌もあったな。女の子だってパピペプダンタダダンタラタレテテダンタダンテンタンテンテン、全然覚えてない懐かしいお話をしております。やばい、もう話す内容がなさすぎてもうピラメキーノの話にまで なり始めた。ちょっと話す話題がないなりにちょっと考えてみたいと思います。まずは掃除をします。拭き掃除
あ、ちょっとすっきりしたんじゃない、このもやがかってたのが。やっぱ雪でちょっとスマホの画面がもやもやしてたんで、まずもやもやを直します。めっちゃ綺麗になったんだけど、まず綺麗にします。で、はい、時間を言います。あ、1111、あー12になっちゃった。やっぱショールームなんて毎日やるもんじゃないね、本当に。ごめんね、こんな、もう本当にみんなに申し訳ない、こんな自堕落な自堕落な推しメンの姿を見せてしまって。よくないよくない、私は本当にそういうの反対派だったのに、自分がそうなっている現実にもう握り拳のから出る、爪から出る血を隠せない。って本当によくないよくない、悔しさで本当に拳から握りしめた爪で本当に出血が多量で、やばいやばい、よくないよ。悔しさで握り込めすぎてる。本当はね、もうちょっとあの可愛い姿をちょっとお見せしたいたかったんですけど、そうなんです。卒業までにたくさんやって、そうなんですよ、卒業したらやらないから今めっちゃやろうと思ってやってるんですけど、やったらやったでこう難しいですね、毎日やるって。やっぱ今までこう話題を貯めてやってたから、もう私にはこのチルソンサイダーをノリノリで飲むことしかできないかもしれない。でもそんなん見てもね、皆さん楽しくないですよね。私がチルでなんかチルソンサイダーをなんかチルイとか言いながら飲んでたら楽しくないですよね。ノリノリで飲んでください。ノリノリで飲んだとてって感じですよ。別にその時間が1分ぐらいしかないですし、何にもならないけど、それでもよければ。それでは、はい、行きたいと思います。はい、ドゥ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 、はい、ノリノリでジュースを飲むよ。はい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 、ノリノリでジュースを飲むよ。はいはい、今からジュースを飲みますよ。もうすぐしたら飲みますよ。はい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 、やっぱり飲まないかもしれないよ。はいはいはい、でもこの後したら飲むかもよ。はい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 。はい、お飲めやって言われてる。やばいやばい、怒られてるよ。よし、じゃあ飲みたいと思います。はいはい、いや一人でさ飲んでる時にノリノリになれる。はいはい、イエイ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 、はいはいはい、イエイ。あ、飲め、全然飲めないんだけど、やっぱダメだわ。ノリ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 でいればいるほど飲み物を飲めなくなる。やっぱよろしくないんじゃない。うん、今のめちゃくちゃ面白いよ。個人的にめっちゃツボってます。マジか、独特なツボやね。これがそのなんかチルソンサイダーって言うから、チルってさ、こうチルイとかって言うじゃないですか。チルイは多分ノリノリって意味ではないんだけど、なんか多分リラックスみたいな意味だった気がするけど、なんかそういう感じで飲もうと思ったらなんか全然ダメだった。ほら、もう逮捕されに来た。ピーポーピーポー回って、ありがとうございました今まで。本当に良くない。近い近いですね。はい、もう
えが来ました。あ、去っていきました。お疲れ様でした。あ、パトカーじゃなかった、あ、救急車か。なんかパトカーと救急車の音っていつもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよね。救急車だったっぽい。あんまり、あ、パトカーだね。あ、パトカーなんや。嘘つかれた、さっき。これは消防車。あ、もうみんなに嘘つかれてる。もうファンのことを信じられない。みんな嘘つきだ。どっちなんだい。パワー。ビク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 。オキポが言ってます。どっちでもいいじゃないって。オキポの肉体が言ってる。パワー。どっちなんだい。いやー、筋肉は裏切らない。筋肉は裏切らないよ。寒い。今日は本当に多分何回も寒いって言うと思う、うん、でもね、本当に寒いから勘弁してちょうだいな。普通に飲めた。普通に飲めました。ピーポーピーポーが救急車。あ、そうだよね。ピーポーピーポーが救急車で、ウォーンウォーンがパトカーだよね。だからさっきのがパトカーだ。オンを言ってるのがパトカー。ピーポーピーポーが救急車。大事大事。音難しい、音難しい。結局普通に飲んでる、普通に飲んでるよ。子供の頃なりたかった職業は、子供の頃なりたかった職業ですか。子供の頃なりたかった職業はですね、女優さんです。小学校もう1年生ぐらいからちょっと女優さんです。女優さんっていうかもうなんか芸能界ですね。なんで叶ってますね、子供の時の夢は。正直もう高校生ぐらいで叶ってます。普通に夢を仕事にできたタイプでございます。今の将来の夢はパン屋さんになることです。パン屋さんかケーキ屋さんになることです。うん、めっちゃ憧れません？パン屋さん。そんなことない？朝弱いね。え、そうなんですよね。パン屋さんの唯一良くないところって朝が早いところなんですよね。マイキューと同じ。あ、そうなん？マイキューもパン屋さんなの？初めて聞いたけど。でも家の近所にパン屋さんがあって、もう大好きなパン屋さんがあったんですよ。で、もう朝7時ぐらいにそこのパンを買いに行って食べるのがもう大好きでした。お決まりでやるパン屋、お決まりでやるパン屋超売れそうじゃん。でもなんかね、二人とも朝起きれないから
夕方から開くかも。パン作りたい。なんかこねたり発酵させたりしたい。どこに店構えようかな。ケーキ屋さんでもいいけど、個人的には最近はちょっとパン屋さんになりたい願望が強いですね。パン好きだし、やっぱケーキはデザートにしかなれないけど、パンはご飯にもデザートにもなれるので。何パン作りたい？うちはそうですね、パン何が好きだろうな。何でも好きなんだけど、私はカレーパンが好きかな。カレーパンが好きですね。はい、なんかちょっとこうこじゃれたパンを言おうかなって思ったんだけど、名前が出てこなさすぎて。名前が分かる中での好きなパンはカレーパンですね。やっぱいっちゃん美味しいです、カレーパンが。そうなんです。なのでちょっと将来はパン屋さんになろうかなって思います。やっぱ製菓学校とかに通った方がいいのかな。パンって製菓学校の種類なのかな。パン学校とかないのかね。何をしたらパン屋さんになれるんだろう。なんか私13歳のハローワークっていう本がすごい大好きで、図書館にあったんですけど、知ってます？13歳のハローワークって本。なんか小学生っていうか小学生の時に読んだんですけど、そのめっちゃ分厚い、こう何の職業のこともいっぱい書いてあって、なるためにはこうしたらいいみたいな、本当に芸能についても普通に一般の職についても全部いろいろ書いてあるんですよ。それを見るのが好きで、で全部見てたんですけど、パン屋さんの項目だけ見てないんですよ私。だからちょっとパン屋のなり方が分かってなくて、ちゃんと見とけばよかったな。あの時の私は本当に芸能人のなり方の項目しか見てなかったから。そうなんです。調理学校の製パンコース。製パンっていうの？だから製菓とかじゃなくて、そっかお菓子じゃないから、調理学校の製パン。そうなんだ、パンはパンなんだやっぱり。めっちゃ面白くない？面白くないか。なんか製菓学校とかはさ、やっぱ漢字でさお菓子のかだけどさ、パンはさそのまま製パン。めっちゃ可愛いじゃん。パンコースとかって言われるってことでしょ。コースとかになったらさ、ケーキコースとかじゃなくてさ、なんかパンコースみたいな、パンコースの皆さんはこちらですみたいな。超かわいい、素晴らしいね。ますます憧れが出てきました、パン屋への。パン屋になりてー、めっちゃ良くないですか。パン屋さんの名前は何にする？パン屋の名前ね、何だろう。パン屋さんの名前大事だよね。それによってさ行こうかもよ。ベーカリーポ、あー置きパン、置きベーカリー、置きパン。いやーなんか店の名前って考えたら置きパンはちょっとなんか安直すぎて、だったら商品名の方がいいかも。置きパンはちょっとね
お店の名前にするとちょっとさすがに、なんだろう、パンプライアンス、おー、コンプライアンスにかけてパンプライアンス、しかもちょっとおしゃれなんじゃない、パンプライアンス採用しようかな。ちょっと今見えた、なんか看板におしゃれにパンプライアンスって英語で書いてる自分の店が今見えたパンプライアンスで、うん、なんかこう本日のおすすめとかが置きパン、やっぱ店長が作る置きパンとかですかね。うん、いいんじゃない、カレーパンを有名な店にしたいと思います。おきパンは何パン、おきパンはカレーパン、おきちゃんはパン職人がいい、それとも売る方、いやパン職人がいいですね。パン屋を目指したいって思った理由の一つが、あの綿棒で生地を伸ばしたいっていう、はい、それもでかいです。あのジャムおじさんがよくこうやってるじゃないですか、あれ自分もやりたいなってめっちゃ思います。うん、でも人生で一回もパンを作ったことがなくて、やっぱパンって一回家とかで作っとくべきなんですかね。うん、まだ一回も作ったことないんです。道のり長そう、道のりは長い、でも将来の夢だから、うん、今から始めたとして、まあ修行を10年ぐらい積んでもまだ30歳と考えて、修行20年積んだとしてもまあまだ40歳と考えれば、まだまあ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 、どうどうとか言ってみる、甘いかなやっぱり考えが。古民家カフェどうなったん、古民家カフェはあれやから言ってるじゃん、40から習い始めて60歳で古民家カフェって言ってるじゃん、いやだからあるんよ、古民家カフェは老後老後そう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 、だからなんかね、いくつになってもできるのかな、パン屋を経て、そう一回パン屋挟まっとこうかそんなにパン好きだったのね、大好き、そうなんですよ、飲食をやってみたいなってずっと言ってるんですけど、でもね本当にこんなに、なんだろうこんなに、なんて言うんだろう、なんか本気にされてない夢もなかなかないなかなかないというか、もう説得力がない夢すぎる、本当に、あまた起きちゃう、本当に冗談言ってるわみたいな、あはいはいはいみたいな、はいはい、40から習い始めるんでしょ、はいはいはいみたいな、もうすごい違うんですよ、あの一時本気で考えてたんですよ、実はそうなんですよまあまあできたらの話ですね、できたらのみんな本当に
冗談だと思って。分からんからね、知らんからね、私が開店開業しても将来あの情熱大陸、そう情熱大陸で出てるかもしれないよ、パン職人パン職人沖優香が。チャチャラチャ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 ラ、朝5時に起きているのはパン職人沖優香みたいな出てるかもしれない。チェ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 チャラン、チャチャチャパン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 、これこれこれってやってるかもしれない。そういう世界もはいあります。開業するならどこで、いやもうなんかもはやなんか全然行ったことない土地とかで開業しようかな。なんかもうもう静岡とか、うん、まあどこでも開業はいいんですけど、田舎でひっそりやりたいですね。チューチューチャーの花送ってください皆さんの開業記念に、待ってますよ本当に待ってますよ皆さんの開業の時に、本当に花一個もくれないとかやめてくださいね。あのなんとか見つけ出して花を待ってます パンプライアンスさん、えいつ開業するん、え、パン屋は、まあ私の中の人生設計だったら、まあ50歳ぐらいでパン屋さんになれたらまあまあいいかなって感じですね。30歳から修行し始めて、40歳からちょっといろいろと学んで独り立ちして、50歳ぐらいでパンの道に行けたら、いいかなと思ってます。よろしくお願いします。生きてるかな？大丈夫だよ。みんな長生きだよ、みんな長生きだよ。本気度が伝わらないのもすごい。どういうこと、こんな私こんな本に言ってるのにこんなに本気度が伝わってないってこと、そんなことある、うん変わった変わった、薄い薄い薄い、いただきました。これは良くないですねそんな酒の話だったのね。そうなんよ、なんかパン屋はやっぱおばあちゃんになってからやりたいかも。うん、最後におきちゃんのパンが食べたかった。いやもう本当にね、郵送するからパン、冷凍パン、うん、待っててください、うん、ああちょっと眠くなった一瞬。ちょっと眠くなってきた。ここに目でも描いとこうかな。すや。だ。
コメント読もうとしたら、ミニマリストでとか言ってパンの道具捨てそう。そんな書いていいんやで、本当。じゃあちょっと寝ようかな。寝るために寝たって思われないように目でも書いて寝ようかな。私イラスト得意だから、めっちゃ二重幅広い人になったんだけど、ちょっと待って、目描くから。黒目の位置がこうね、ここね。あ、いいんじゃない、ここのラインがいい感じに合ってましたよね。今見ました、黒目がいい感じにライン揃ってます。うん、位置が、位置取りがとてもいい。なんかあんまり可愛くないんだけど、二重幅がいるかな、やっぱ。二重ちょっと、いや、なんかすごいことになってるけど、目開けたら。まつげ描いとか、いやちょっとむず、固めつぶりながらむずい。どう？ちょっとこっちもやってみよう。うん。はいはいはい。黒目の位置、ここ。ここ。こう。で、なんでさ、ちょっとさ、こう遠目で見たらそこまで違和感ない。で、涙袋を描きます。涙袋じゃない、二重まぶたを。で、まつげ。で、こうやって寝たら多分起きてるって思われる。どうですかねなんか違う、嘘。なんでダメなの？レスきた。ちょっともう消してこよう違う、ちょっとそりゃあかん。だったか、やっぱ絵が上手くないからかな。落ちないんだが、そんなことあるかい。こういうのはね、大体あの浸しとけば欲しいので、違うのメイク落としの広告みたいな感じで落としてあげましょう。
こういうの擦るべからずなんですよ大体。こうね、こういうことね、よくあるよくある CM のねやつね。するん、え、強力、すごいすごい強力なんだが、うん、こんなとこにあんま塗らないからな普段。あ、でも落ちてるんじゃない、うん、落ちた落ちた、いいんじゃない、よかった、焦った焦ったよ、落ちなかったらどうしようかと思った。浸しとこう。やっぱね、オイルじゃないとシートだと落ちにくいんだね。お、落ちてきた。学びましたね。アイライナーをこんなまぶたの上に描くもんじゃない。てて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 うん、ちょっと落ちてないけど、まあ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 、うん、いいんじゃないの、汗汗、無駄なことをしてしまった。西江の配信思い出すね。どういうこと？なんかこんな配信したっけ？こんな配信2回もやってたら正気の沙汰じゃない。正気の沙汰じゃない。ちょっと書き足しとこう。あ、全然落ちたね。鏡で見たら。ショールームで見たらまだマシだけど。全然落ちてない。昔やってた、嘘、全然覚えてないわ、マジか、やばいね、やばいこと知ってるもんだ。よしよしよし笑)これでちょっとはマシになったんじゃない？ってかもう終わるからそんなしなくてもいいんだけど。よし。よしよしよし。若気の至りってやつだね。そうなんよ。だから昔の話はあの持田さんとってあの黒歴史だから。黒歴史だったから。黒歴史量産配信だから。よし、治った。まあ今が黒歴史じゃないとは言い切れませんが、治ったんじゃない。よしやるもんじゃない。オカリナと一緒に顔に落書きしてた。うそー、そんなんしてた、よく覚えてるねみんなの方があれなのかな、もう記憶に残ってるのかもねありがとうございます。全然覚えてなさすぎてやばいかといったの絶対画像とか出さないでくださいね、本当に昔の写真 NG タイプなんで。記憶から抹殺。
大好きな黒歴史ありがとう。その黒歴史はあなたの心の中だけにしまっといてください。あの SNS ねって出したものにはもう私ブロックします。あの本当に勘弁してください。私のあの目の前にあの現れないようにさせます。危ない危ない。配信って良くないよね。生配信って本当過去の自分が何やらかすかわからないから本当に良くない良くない。だからなんかスクショもしてほしくないんですよ、あの皆さんに。だからスクショ禁止って言ってるんですよ私。何やらかすかわからないのでね。そうなんですよ、あの記憶のみでお願いします。あの皆さんのこんなことあったかもの記憶のみで。本当にアーカイブ残んなくてよかったね。いや本当にね、もう私あの過去のことなんて振り返らない。今のみんなが好きだから過去のことなんて喋らないで。過去のことなんて喋らないで。本当にやめてください。記憶のみでお願いします。記録せずに。いいこと言った風になった。そうでしょ。記録より記憶に残ってる。そうね、こういう時はあのスクショなんてせずに一番もあの目が、人間の目が一番カメラより高性能なんですから目で焼き付けてください。っていうね、あとこうやってスクショさせないようにあーだこうだ言ってなんとかあの頑張ってます。ふーちゃんに叱られろ。え？なんで？なんでだ？なんか怒られた？そうなんですよ、昔の配信はねもう本当に好きじゃないんです。もう今を生きる。オキポ、今を生きております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポッキーを。じゃあもうちょっとしたら壇上読んで終わりたいと思います。そろそろ今日も配信見てくださってありがとうございました。早いね1週間が。まあ1月中はねなるべく配信しますのでよろしくお願いします。もう話題がなくなってきたら一回終わるかも。一回終わってまた溜めてってなるかもしれないですけど、まあちょっと今月に関してはちょっとねなるべくやっぱ会えるイベントとかがあんまりないのでね、増えたらねリアル多めがいいんですけど、今日すでにやばかった。いや今日半分ぐらいねあのもうなんだろう虚無で話してた。自分が何を話してるのかわからない状態で話してた。もう脳で考えずにそのまま口で言ってたからもう何も覚えてないです。多分パン屋の下りとか多分もう何も覚えてない。やばいよ。もっと有意義な会話ができるように頑張ります。頑張るぞ。雑談、もう雑ですらない虚無談。
こういう時がたまにあります。こういう虚無談、虚無談たまにあります。パン屋の名前なんだっけ。あ、今思い出しました。パンプライアンス。もう意味わかんないよね。何の何の今後役に立たない会話してる。すごい、こんなことがあっていいのだろうか。はい、パンプライアンスですね。パンプライアンスは多分今日以降一回も言わないよ一回も言わないよ。まあでもこういう日がまあたまにはあってもいいのかな。たまにはたまにはこういう日もあります。パンプライアンスなんて日もあります。よくないよくない。もう全然飲んでない。しかももう喋ってたからいっぱいある。こんぐらいまである。うん、うまい。よし、ではソロぼっち。いや、まだ早いか。まだ早いか。この壇上読む時間ってさ、絶妙にやっぱ55分56分ぐらいがやっぱちょうどいいのかな。昨日水は配信 NG だったのに、あのペットボトルはね、やっぱね、ちょっと、うん、よくないね。そう、昨日水飲むときに顔隠してたからですよ。あれなんでかっていうと、ペットボトルのこう底、こう、まあストローさしてるときはいいんやけど、こう飲んでしまうときはここからの、ここから透明だから全部見えるから、それがあの嫌ですね。横向きに飲んだらいいんだけど、一回か横向きに飲んでたらもう CM の飲み方すぎてちょっとね、青春真っ盛りの爽やかオーラが爆発してしまうので、ちょっと今日はっていうか昨日はあの顔隠してました、ね、コップにね入れればいいんですけど、今日に関してはちょっとコップの用意が間に合わなかった。もうドンキ即帰宅、規則帰宅、着弾ショールームスタート。急いじゃったな。っていう感じですかね。まあ皆さんの疑問にお答えしていくと、そういう感じでございます。ドン規則帰宅。イン踏めてるような踏めてないような。寒い。もう皆さん明日も多分寒い。広島は特に明日も寒いらしいので気をつけてください。うん、本当に寒さにはお気をつけて温まってくださいませ。ありがとうございました。お、もう全然やっぱメイク落としシートって大事だ。うん、大丈夫だ消えた危ない。あんな姿をもう配信終わってから自分で見たら、もう本当にね、配信一生やらないぐらいのあの心の傷をしてしまう鏡見た時に、私は一人でまた何を、もうやめよう、もう配信なんてしない、ポッチ、もうあの行をくらましてるところだった。よかった、このメイク落とし優秀よかったです。危ない危ない、私の一人の少女の心が守られました。では壇上を読みたいと思います。そろそろ
こっちか。13位から読みたいと思います。13位、 NRR0022 さん。 NRR0022 さん、ロボットみたいな。NRR0022 さん。12位、白熊さん。11位、編成風さん。10位、北さん。9位、バンボシさん。8位、とうとうさん。7位、とりあえずルービーさん。6位、杉原さん。5位、あちゃさん。4位が虫男さんでした。13回まで皆さんありがとうございました。そして3位、テリーフィーさん。2位がジェリーさん。1位がこばちゃさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。ということで、壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、今日もありがとうございました。見てくださって、まあ徐々にこうやってね、こうやってあの身のない配信が、まあ昨日が身あったかってやったらそうでもないんですけど、まだ昨日の方がちゃんとしていたような記憶があるあるのですよ。なので今日はね、はい、こういう感じで終わりたいと思います。おやすみだね。身があろうがなかろうが楽しいです。なんて素晴らしいんだ、本当に本当に。もしあのショールームのなんかあの好感度高めコメントランキングがあったら、私が推薦しといてあげようそんな大会があるかは分からないけどということでね、あともうちょっとしたらお休みの時間が近づいてまいりました。みんなおやすみ。バイバーイ。あ、もう切れるんじゃない？あと1分したら。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。背中温まってね、もう即入っちゃうよショールーム終わったら即温まっちゃうよ。バイバーイ、おやすみ、ゆっくり休んでけろお疲れ様でした。長いね、結構1分が。寝るけど。バイバーイ。長いね。